日800円、1日800円で屋根付きでいいね。本当に帰り雨降っても着替えるのにねえ、急がなくて済むわ。漱石駐車場っていうのかな、秦野の。1日 Google マップで見たら650円だったんだけど、値上がったみたいで800円になった。支払いは現金だけですか。クレジットカードができるのかな。行けばいいんだ。6時8分スタート。平成橋南川、これが平成橋っていうんだ。これ水無し川って何だ、何でしたっけ、うん、そんなような名前でしたよね。遠野岳の方までずっと大倉の方まで行ったんですよね、うん、そうだ、招き猫の目の前。あ、ここだ。工房山まで 1.7 キロ山、工房山まで。へ、写真撮っとこうかな。ハイキングガイドが見れるらしいけど、 QR コード読み取れば。工房山左、 OK。 行きますか。お待たせしました、お願いします。いきなり上りだね、本当に。普通に大山でほらボタン岩ってあるじゃないですか、登山道に。あ、あんまり認識しない。なんかちょこっとしたところこういうボタンのようにおっぱいみたいあるのがボタン岩なんですよ。こっちにもあるんだ。で、元から削ったわけじゃないんだよね。削ったわけじゃない、元からみたい。おはようございます、はじめまして。お邪魔いたします、行ってきます。登山口から10分ぐらいか、歩いて一つ目の祠ありました。いいハイキングコース、すごい整備されてる、なだらかな登り。一つ目の山が浅間山か浅間山かわからないけど、読み方が。一つ目のピークがそれでしたね。そこら辺かな。あ、浅間山だか浅間山って書いてある。本当だ。工房山の駐車場に停めたらこっちまで下ってこなきゃいけないな。あ、そうそうそう、それがね、ね、悩ましいなと思って。そうですね。駐車の駅前は。じゃあ駅前にね、停めたの正解だね。結局ヤビスからバスに乗って帰ってくるから。次のピークは権現山か。400メーター、すぐだな。駅から3、40分ってところかな。浅間山、浅間山。ちょっと読み方がわからないけど、通過でーす。突き当たりがその先を右か。こっち行けるの、うん、駐車場あるじゃん、ここに。そうそう、予定ここだったんですよ。浅間山のふもとに。そう、でも、もうすでにここまで。山のトイレチップ入れてくださいねって書いてある。
左に200って書いてあるな。あ、そこか。先輩、そこに登山口があるわ。あ、こっちはほら。ね。ここに登山口があるわ。そして、現在地がここで、とりあえず、ぐーっと行って、こっち工房山行くんだ。大志堂っていうのがあるんだ。駐車場から100メートルぐらいなんだ。工房山まで。100メートルじゃないや、1キロぐらい。一応、長靴に虫除けのスプレーシュッシュしてきましたよ。どうかな。これはもしや工房山ではないでしょうか。この先の馬場道広場にてキッチンカー出店。登ってみよう。ああ、こういう感じですか。海まで見えるのかな？本当は。どうなのかな？わかんないな。丹沢の山並みが。ああ、富士山も見えないと。富士山の右手には高松山やら、鍋割り、金冷やしぐらいまで見えるってことだな。あの、雲の中に入るあたりが金冷やしかな。平和の塔ですね。岩乗り越えていっちゃう。あ、そう？うん、そんな気がする。丁寧に塩箱が、今日はまだ姿見えないね、昼の。さすがにいないと思うんだけどな。おはようございます。すごいです。カメラがすごい。鳥ですか？あ、はい、いました。あ、はい。バパ道、おはようございます。ババ道広場の先に自動販売機、サイダー150円、水が120円。工房山はこれからなのね。なるほどね。これが山ゆりなんだ。山ゆり採取現金書いてありますね。山ユリの匂いなのかな。すごい匂いが。アジサイと。工房山登頂した。さっきの展望の塔、展望台から800メートルぐらい。
この鐘は時を知らせる鐘として、正午三時夕刻につかれ、長い間地域の人たちに親しまれておりました。大切に扱うとともに、むやみに鐘をつくことはご遠慮ください。だって。なるほど。そしたら、見るだけにしておきます。弘法大師がこの山頂で修行したって。だから弘法山って言うんだ。これ井戸？枯れてます。枯れてるのかな？使ってない時か。あ、ポンプもあるね。ポンプ、出るんだ。普通に出るな。井戸が。すごっ。お地蔵さんもいるわ。おはようございます。弘法山山頂なのに普通に水道がある。弘法大師さんではなく、あ、弘法大師さんか。こんにちは。160円。ちょっと安いな。お手頃価格だな。はい。熊出るのかな？矢倉沢住館だって。切り通したんだな、これ。面白い道。禅場山のピークらしいけど、これちょっと左行ったところがピークだな。看板あんのかな？踏み跡あるけど、みんな行ってんのかな。なんかあんのかな。あ、あった。ヒルがいそう。道があったね。禅場山。禅場山300メートルだって、標高。ヤヒルがいそう。あ、来た。ニョロニョロ来た。すぐ来る、ヒルが。54番のところ、少し左に行って、禅場山の頂上、黄色いテープがあるところまで行ってみたら、もう頂上に着いた時に足元見たら、すでにヒルが一匹ついてましたね。登山道外れなければ大丈夫そうなんだけどね。ちょっと登山道外れると。かられた。やっぱりあれかな。いいルートを選んでんのかな。薬がついてないところを。これでも、なんなんだから虫みたいなんだけど。虫か、これは。登ってこないや、やっぱり。スプレー効いてんだ。ああ。ほら。本当だ。下を。ルート探してる？ルート探してる。へい。ねえ。うん。登りやすいっていうか。昼は一回すれば、はい。もう一年生きていけるって。残念だけど、さよなら。で、越冬して、3、4年生きるんだってよ。で、その間に卵を、100個ぐらい産む可能性があるって。先輩。
こう左のさ、ちっちゃいヒルを見てたらさ、この右からも、はい、あ、本当だ、あ、右でかい、でかいね、こっち、はい、何これ、ソウルにいるんだ、こっちはあれだね、いるいる、こっちもやっぱ上に上がってこないや、薬が効いてんのかな、ね、でも強力だよね、結構乾いてんのに効き目があるってことは、ね、両方やってきた、うん、青いのと山ビルファイターと、うん、特にあの吸血したやつが卵だから、次々来る、こっちにも止まってる間に、じゃあ俺も、そうだ、野坂さんも気をつけた方がいいよ、よく見といて、こいつ、これはでかい、なかなか、でかい、俺でも上に上がってこない、やっぱり虫だから1年に死ぬのかと思ったら3、4年越冬するんだってさ、だから増えるわけだよ、で1年に一応獣除けのゲートあるんだな、ちゃんとロックがあるんだ。めっぱい下がった。開けたら必ず閉めましょうってわけでね。ご苦労様です。立ち止まっては足元を見てと。あ、念仏山。へぇ。足元見えやすいところで。そうですね。ちょっと、この先わかんないんで。357メーターか。大山右ね、はい、高取山、はい、556m ですね、そうだね、はい、急だったから標高稼ぎましたね、はい、よいしょ、あー、ついてるついてる、この上行かないからね、下の方だけしかいない、うん、ほっとくとこれポロリンって落っこっちゃうんだけど、あ、もういいよ、めんどくさいから、はい、さよなら、ね、っっ滑りそうな急登だな、これはもやがかかってていいよ。結構降ってきたな。ね、カッパ来ました。二、はい、人そろって。ガス場ここだけだと思うんですけどね。ああ、割と周り明るいし。はい。ちょっと歩いたらやむかな。すごい。初めて見た本物。こういう最新兵器使ってるんだね。大成産業さんかな。かっこいい。なんか杭みたいの作ってるんだな。上手に。これも機械でできるのかな。鉛筆削りみたいな機械があんのかな。あ、ここにバス停あるんだな、うん、あ、降りるならここ降りちゃった方がいいんだ、 1.7km 二の毛バス停、うん、二の毛のバス停ありますよ、はい、ヤビツの、うん、じゃあ二の毛に降りてもバスがないので、そうか、ね、でこっち行って下社に寄るのもロスタイムになるから、うん、戻るのにね、じゃあこのまま真っ直ぐ山頂目指しましょう、はい、まあ、さっきよりちょっと小ぶり、そうですね、ちょっと雨の状況を見て次の分岐で考えましょう、
こんにちは。お邪魔します。初めて来たこっち、全部首ちょんぱされてる。丹沢山系らしいや、この木道が。さっき木道の上にもヒルいたけど、気を抜けねえなこれ。本当にありました。これから弱いんですよね、できるとしても。あ、そうなんすか。女人禁制の日、江戸時代にはこれより山の上の女性の登山は禁止されていただって。そうなの。大山も昔は女人禁制だったんだ。知りませんでした。初めて知った。こう見るとすぐだな。見にくいなこれ。アプリ620か。あ、620m。 下車はね、山頂までが 1.7。 なんかあそこに人がいるように見えるな。俺メガネ持ってるから。どこ。あそこ。あ、なんか傘かぶってるように見える。いましたね。高橋さん見たら大喜びするよ。やっぱりねって。登ってくるね、ちょっと気を許すと。じゃあ、お手頃価格のベープで。誰か声がするな。さようなら。はい、落ちました。はい、落ちました。ここにいる。あ、これだ。ご臨時です。作業されてるんだ。だから右の方から声したもんね。雨の中、ね、道作ってくれてんのかな。ヘルメットがもうドロドロなんですけど、大丈夫ですか作業人は、ね、こんなに頑張ってくれてんの、日曜日なのに。マジご苦労様ですよ。16丁目で、もぐもぐタイムです。今日も先輩にバナナいただきました。はい、どうぞ。うまそう、大福餅。いや、安物だからそうでもないです。いや、なんでもいいです、俺も。盛り上がってる。さっきまでの登山道と大違いだ。富士見台からは何も見えないでしょうね。何も見えない。残念。こんにちは。こんにちは。じゃあ、20丁目。富士山どころか低い山も見えず通過。普段はいい景色見れるんだけどな。さあ、帰る方向の矢櫃峠 2.1km、 大山山頂まで 300m です。標準タイムで10分ぐらい。ご苦労さん。お
邪魔します。こんにちは。こんにちは。ご苦労さん。ご苦労さん。こんにちは。山頂到着。閉まっちゃってんな。さあ帰ろう。1時14分。よいしょ。はあ、裏のトイレね。あれ、こっち来たら誰もいないじゃん。さすがにそうか、景色見えないもんね。知らないのかな。行ってきます。待ってます。行ってらっしゃいませ。もう周りが何にも見えないというか、もう裏の電波塔でさえ霞んじゃってるよ。大山の山頂は今日は雲の中でしたね。あー、気持ちいい風が。もう午前中はずっと風がなかったから地獄だったけど、ここは気持ちいいですね、風が。ちょうど20度かな。ちょうど20度ぐらいですね。見えるはずの山々が真っ白けっけ。30分弱で戻ってきましたぜ。潜りはこっちから来たけど、帰りはさっき言った通り矢櫃峠におります。 2.1 キロ。標準タイムで1時間ぐらいなんだけど、おそらくそんなにかからないね、下る一方で。矢櫃峠の方に来て、ここが一番結構景色がいいとこだけど、案の定真っ白です。ちょっと矢櫃に降りるところ、ちょっと急なところがあったね。雨降ってるというか、滑りやすいから気をつけないと。お邪魔しました。帰ります。よいしょ。矢櫃峠まであと500メートルぐらいのところの祠かなでした。だんだん霧が濃くなってきた。前歩いてる先輩が見えなくなってきちゃった。着いた。なんだ、もう着いちゃったね。全然10分もかかんなかったね。これで終わり。終わり。道が、県道がないんですけど、そのまま降りていく。Thank you.
からいただきます。そうですね、さよなら、ごちそうさま。後で600円払う。美味しいアマオソフト食べちゃった。はい、これですよ。あ、日曜日だから、そっか。あ、34分51分ね、はい、じゃあ34分に間に合いました。間に合いました。ソフトクリームまで切っちゃってからに落ちた。あ、よかったじゃん。これよかったじゃん。何、どこにいたの。いや、靴ひも緩め始めたらっていうか、この中にいたかもしれない。だから俺やられてるかもしれない、中がやられてたら、はい、ラッキーってことでいいんでしょうか。当たりってことで。どういうことですか。まだ見ないの。いや、見ますよ。今脱ぐから。脱ぐの。脱ぐ。洗い場ないんだ、靴洗い。そうなんだ、残念。洗い場なかった。ヤビツ峠に靴洗い場はありません。残念でした。あ、来たかな。え、ちょっと待って。あ、いる。これそうだろう。そうか、それそうか、それ。あ、そうですよ。なんか固まってるけど。違うんじゃない。違うっぽいくない。あ、っていうかここにいるじゃん。ここに立派なの。あ、立派なのいたよ。こんの野郎。ちくしょう。こっちはでも血だらけになった。お待たせいたしました。とりあえずバス乗りますか。到着です。やっこらちょっと、どうも。え、どうも。よし、ほっ、あったかい。お疲れさんでした。戻ってきました。漱石でいいのかな。パーク本当だね。むしゃすね。叩いて、そば食って。